今夜は朝までここにいるつもりでやってきたのですね体中がカッと熱くなるのを感じた祐介さんの問いかけに恥ずかしさで息が詰まりそうになりながら私は勇気を振り絞ってうなずいてみせる幼い頃から何もかも 完璧でいることを求められた。日本で一番有名な化粧品ブランド。その創設者を祖父に持つ私は、昔から特別な教育を受けて育った。勉強ができるのは当たり前。人よりも二つ三つ、特技があることを求められる。好きでもない習い事をやらされ、うまくいかずに泣きそうになったことも、 何度もある。それでも弱音を吐くことを許されなかった。自分の中で折り合いをつけて生きていくしかない。私はそんな一族の中に生まれてしまったのだから。そんな私も今では父が社長を務める会社で社員として働いている。ゆくゆくはこの会社を私が継ぐことになるはず。 あれだけ厳しい日々を耐えてきたのだ。この会社に恥じぬよう、社長に就任した時には、自分の責務を全うしたい。責任感を持って仕事をしている、つもりだった。けれどそんな私をよそに、ある話が浮上した。結婚ある日の仕事終わり、家に帰って食事を終えると、 父に呼び出されたそこで伝えられたのはとある御曹司との縁談予想もしなかった展開に私は一瞬声を荒げてしまった幼稚園の頃から私立の名門校をエスカレーターで卒業した私に恋愛をする余裕は今までなかったそんな感情は人間が作り出す 幻想の中のものだとすら思い込んでいる。だからと言って、いきなり結婚することになるとは思ってもみなかった。この家の長女としてかけられた期待は、すべて裏切らないように努力していたつもりだ。それもこれも、私には大きな会社を担う、未来があると信じていたから。 社長としてその椅子に座る頃には多くの学びを得て立派に勤めを果たしたい。女社長であっても侮られることなく大きな会社とも対等に取引ができるような強さと誇りを持っていたい。そのためにたくさんの我慢を強いられてきた。けれど現実は無情にも簡単に傘向きを変える。 私が女でなかったら、こんな風にはならなかったはず。初めて自分の性別を、憎らしいと思った。縁談話もさることながら、ひどく傷ついたのはその相手。私は、夫となるその相手のことを、よく知っていた。学生時代、何度も同じクラスになった、同級生のスケだ。彼の家は、 学園一の資産家で大きな会社をいくつも所有する桁違いの温蔵士。学校への寄付金も今までで一番多かったと言われている。学園長を含め彼に頭の上がる大人は誰一人としていなかった。当の本人は特に選ぶる様子もなく物静かな学生だった。特定でつるむ相手はいなかったけれど、 彼の一声で全てが変わる日常。それを目の当たりにしていたからこそ、彼が憎くて仕方がなかった。どんなに努力して勉強をしても、涼しい顔でその上を行く。スポーツやその他全てにおいて、彼は常にトップを独走。何も欲しがる様子を見せないくせに、全てのものが手に入る。そんな彼が、 大嫌いだった。相手を知ったことで余計に結婚に後ろ向きになった私。けれど自分の感情なんてもはや無意味なことは知っている。この家の長女に生まれた以上家のためにしか生かされていない。自由なんて言葉は私の人生において適用されないのだ。家長である父の命令は絶対。 私がこの縁談を断る術があるのだとしたら、すべてを捨てて一人で生きていくと決めることくらいだ。そんなことできるはずがない。ここでその選択肢を選んでしまえば、今までの自分の努力をすべて無駄にしてしまう気がしたからだ。悔しい気持ちをぐっとこらえて、私は満面の作り笑顔を浮かべるのだった。それから二年が過ぎた。 縁談の話が持ち上がってから私がこの家に嫁ぐまで時間はかからなかった。相変わらず私は自分の感情を隠しながら生きている。そうでもしないと心が壊れてしまいそうなのだ。両親に褒めてもらうために完璧であり続けることを常に目標としてきた。いつしかそれはできて当たり前の世界になっていたし、 完璧を維持することに努力をしたところで褒められることもない。それどころか、いつかその完璧を崩してしまったとき、見放されるのが怖かった。そんな心の緊張がずっと続いていたのだ。現状、何も変わらない。両親にとって私は自分たちの会社を 大きくするための材料に過ぎない。私に課せられたことは、常に夫の機嫌をとって、父の会社との結びつきを決してなくさないようにすること。どんなに私が相手のことを好きでいなくても、父の顔色を伺って生きなければならないのだ。まるで操り人形。こんな人生のまま天命を全うしたとして、 私は最後に笑うことができるのだろうか。大きな豪邸で何不自由ない暮らし。食べるものも着るものも申し分ないほど溢れている。けれどそれだけでは私の心が満たされるはずもない。立派な中庭には珍しい鯉や金魚が泳いでいた。その池の中を覗くたびになんだか切ない気持ちになる。 私とこの恋たち一体何が違うというのだろういつの間にか無意識に涙が頬を伝う本当の自分の心はこんなにも叫びたがっているのに何がそんなに悲しいのですか部屋に戻ろうとする私にどこからともなく声がかかる振り向いた先には仕事中だったはずの 夫が静かに立っていた。泣いているところを乱れてしまった私は、慌てて頬を拭った。風で目にほこりが入ったのです。誤解をさせてごめんなさい。気づかれないように、必死で言い訳をする私に、ゆうすけさんのまっすぐな視線が突き刺さる。まるで全てを見透かされているような気持ちになり、怖くて目を合わせることができない。 不意にうつむいた私を彼は見逃さなかったここに来てから一度もあなたの笑顔を見たことがない俺の顔色をうかがって笑ったふりはするけれど心からの笑顔でないことは分かっていますあなたが本当に笑った時の顔はひまわりのように美しいから彼の言葉に私は思わず言葉を失った いつも表情を崩さずひょうひょうとしている彼が私のことを気にかけてくれているなんて彼の前で心から笑っていたことなど私の中では思いつかないどうして私の心からの笑顔を知っているのだろう頭の中で何度も繰り返した疑問は思わぬ形で解決することになる学生時代 あなたはよく友達と笑っていた自分に向けられたものではないけれどあんなに純粋な笑顔を見せるあなたはきっと素直な人なのだとそう思っていましただからこそ嫁いできた時のあなたの顔との違いをすぐに感じ取れたのです冷静な彼の言葉に驚きを隠せなかった私はずっと 彼のことを勝手にライバル視して、毛嫌いしていたのに、そんな私を彼は、昔から見守ってくれていたのだ。不意に明かされた過去の気持ちに、無意識に頬が赤くなっていく。そんなに私のことを見てくれていたのに、私が妻になってからの一年間、彼は一度も私に話しかけることも、一緒に夜を迎えることもなかった。 結婚したと言ってもこの広い屋敷で一人寂しさを抱えて過ごした夜は何度あっただろう今更そんな優しい言葉をかけられてもどんな顔をしていいかわからない複雑な表情を浮かべる私にゆうすけさんは続けた今までどうして放っておいたのかわからないとでも言いたげですねこの人の人前では 私の胸の内が透けて見えるのだろうか。何一つ隠し事ができないなんて、愛のない政略結婚をさせられた私には、致命傷すぎる。うつむいた私と夫の間に、突風が吹き荒れる。思わず目をつぶった瞬間、勇介さんは私の前に歩み寄ってきた。再び目を開けた時には、目の前に彼の姿があった。 驚く私を気にすることなく、そっと自分の腕の中へ抱き寄せる。風から守ろうとしてくれているのはわかっていた。けれど、突然密着する体勢になった私は嫌でも彼を意識してしまう。今までで聞いたことがないほど、胸が大きな音を立てて、鼓動を鳴らしていた。それは、彼も同じで、そっと胸につけた耳元に、 彼の鼓動が響く。その速さは私とほとんど変わらない。初めて彼に人間味を感じることができた私。胸の鼓動と優しいぬくもりに、緊張の糸が少しずつ溶けていく。温かい彼の腕の中で、私は静かに目を閉じた。自分に心を開いていないと分かっていながら無理強いするのは、 好きではありませんあなたの方から俺に歩み寄るのをずっと待っているのです。この時私は今まで彼のことを知ろうとしていなかった自分に気がついた。ずっと私の中で勝手に彼の性格を想像して思い込んだまま目を向けようともしていなかった。私自身が自分から彼に関わったことなんて一度もないのに。 自分の傲慢さにひどく嫌気がさした彼がこんなにも優しく大切そうに私を抱きしめてくれるのに私は彼のことを知ろうともしていなかったなんてごめんなさいぎゅっと彼の背中に回した腕に力を込めて私はそのまま声を出して泣き始めたこの人の前なら 本当の自分を出せるのかもしれない。心からの笑顔に気づいてくれていた彼の前でなら。今夜、部屋に行ってもいいですか一通り泣きじゃくった後、私は小さな声で彼に呟いた。涙を拭って彼の方を見上げると、そこには今まで見たことのない穏やかな笑みを浮かべた。 ゆうすけさんが静かにうなずいていた。もっと彼に愛されてみたい。心からそう思えた瞬間だった。その日の夜、昼間の宣言通り、私は初めて彼の部屋を自発的に訪れた。静かに襖を開けると、浴衣姿のゆうすけさんが、窓辺に腰をかけて本を読んでいた。学生時代から、 彼が自分の席で本を読んでいる姿をたびたび目にしていた。本当に本を読むのが好きなのだろう。その姿に一瞬見とれてしまった。整った横顔と、透き通るような白い肌、柔らかそうな髪がさらりと流れる。絵に描かれたような美しい彼に、初めて心を奪われた私。火の打ちどころがなくて、 人間味のない彼のことを今までは散々嫌っていたはずなのに今ではそんな彼の魅力一つ一つに胸が高鳴るこんなに毎日心をときめかせていては身が持たないと不安になるほどだ来ていたのなら声をかけてくださればよかったのにしばらくして私の気配に気がついたのか彼は本を閉じて私に笑いかける その笑顔を向けけられただけで、心臓が爆発しそうなほど大きな音を立てた彼は私に近づき髪に指を通すとそのままじっと私を見つめた今夜は朝までここにいるつもりでやってきたのですね体中がカッと熱くなるのを感じたユうスケさんの問いかけに恥ずかしさで息が詰まりそうになりながら 私は勇気を振り絞ってうなずいてみせる。その瞬間、彼は私との距離をぐっと縮めて顔を近づけた。甘い雰囲気に酔っているのか、頭がクラクラとして何も考えられない。ゆうすけさんの色気にほだされて、私の蕾はゆっくりと花を咲かせていく。壊れ物を扱うかのような優しい触れ方に。 もどかしいような嬉しいような気持ちで胸の奥がくすぐったい。この日、私は初めて女として誰かに愛されることの喜びを知った。汗ばんだ背中に指をはわせた感触が生々しく記憶に残る。きつく握り合った二人の手、絡め合う指先、いつしか身も心も彼に夢中になっていた。 やっと、心を開いてくれたのですね。抱きしめあった布団の中で、彼は私の耳元で囁いた。色気に当てられた私は、少し身もだいながら、照れ笑いを浮かべる。今まで、自分の心に溜め込んできた、負の感情たちは、彼に愛されることで、何もかもが消え去っていた。ここに来たことは、私の運命だったのかもしれない。 生まれて初めて心から幸福を感じる瞬間だった。この先もずっと彼のそばにいたい。苦しい時も悲しい時も彼に寄り添って思いを分かち合いたい。親に決められた政略結婚としてではなく、私は自分の意志で彼を愛している。残りの人生はすべてこの人と共に過ごしていこう。 誓いを新たに胸に刻んで、私はそっと彼の首に腕を回し、熱いキスを交わした。最後までご視聴いただきありがとうございます。今日の朗読はいかがでしたか物語の感想などコメントをいただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ギュってしてほしいな。 彼女がわがままを言うことは滅多にない。思い返せば私が彼女を引き取ってから一度もなかったかもしれない。そんな彼女の頼みを私は聞いてあげたいと単純にそう思ったのだ。<music> 姉夫婦の葬式の日、私は現実を受け止められないまま。 たただただ呆然とその場に座っていた私の姉夫婦は買い物へ出かけた先で事故に遭い帰らぬ人となってしまったそれが今から5年前のことだった当時姉には15歳になる娘がいた名前は麻美姉の旦那は前妻と別れて麻美を一人育てており アサミが中学生になるタイミングで姉と再婚したのだ。なので姉とアサミには血のつながりはないのだが、姉はアサミのことを実の娘のように可愛がっていたようだ。だからアサミも姉に懐いていたようで、よく相談などをしていたと聞いた。葬式でのアサミの様子は見るに絶えないものだった。 会場に入るのがやっとで、式の間もずっと泣いていたのだ。無理もないだろう。愛する両親を急に亡くしてしまったのだから。姉夫婦の葬式を終えると、話は浅美のことになった。麻美は本来、父親の両親である祖父母のもとに行くのが筋だったのだが、そうもいかない事情があった。 祖父母はかなり遠くの町に住んでいたしもう高齢だったので世話をするのは堅実的ではなかったのだ何より浅見本人は地元で目指している高校があり今更引っ越しをしたくはないというのが願いだったようだそしてさまざまな観点から当時大手企業に勤めていた私にどうにか浅見を引き取ってくれないだろうか という話が上がったのだ。私の両親もすでに他界しており、他に倒れる親戚のいないこの状況では、私が彼女を引き取るのが一番いい方法だとは思う。姉夫婦と浅見に会うのは年に数えるほどだったので、浅見自身が私との同居を承諾するのかは怪しいところだった。母の弟とはいえ、 俺は他人だからな。そう思っていたから心配だったのだが浅美には私と暮らすことにも抵抗はないようだったお母さんの弟だから私はついていきたいと思ってる姉への信頼がよほどあったのだと思うそんな彼女の思いを知って私は大きな責任を感じたが必ず彼女を立派に育ててみせる。 そう誓ったのだ。そして、あさみは私の家に越してくることになった。両親と暮らした、思い出のマンションを出るときは、少し寂しそうだったが、彼女は気丈に振る舞っていた。私がそちらの家に行ってやれたら、その方が良かったのだが、ファミリー向けの賃貸の家賃を払えるほど、余裕はなかった。 浅見に申し訳ない気持ちがある分不自由ない生活をさせてやりたいそう思っていた私しかし最初はどう接していいのか戸惑うことばかりだったあまり会話がなかったのは彼女が受験シーズンを迎えていたのも理由の一つだったのだが逆にそれは少しありがたかったかもしれない 何を話せばいいかなんてわからないよ。とりあえず彼女の受験が終わるまでは静かに見守るのが一番だと思った。そして彼女が受験を終えた後の会話を頭の中でシュミレーションする。そんな毎日だった。両親がいなくなってまだ数ヶ月。悲しいはずなのに、 彼女は懸命に勉強に励んでいた。その理由はわかっている。麻美は薬剤師になるという夢を叶えるために、必死に頑張っているのだと。それは姉に背中を押された、麻美の夢だった。そして4月、無事に第一志望の高校に入学できた麻美。そんな彼女のために私は、 腕を振るった料理でお祝いした。合格おめでとう。そう声をかけるとあさみは、ほっとしたような笑顔を私に向けてくれた。二人も喜んでくれているといいな。両親の遺影を見ながら、少し涙ぐんだ彼女に、私はとっさに声をかけた。あ、きっと安心しているよ。これからも見守ってくれると思うから。 頑張ろうな、そう言うと余計に彼女は泣き出してしまった浅見おろおろする私を見て浅見は逆に気を使ってくれたようだごめんね大丈夫よせっかく豪華な料理を用意してくれたことだし早く食べましょうあ,あああこういう時に気の利く言葉の一つも言えないのが なんだか情けなかった。親代わりなんて本当に自分にできるのだろうかと不安になる。あさみはそんな私のことを認めてくれるのだろうか。そのうちに彼女は私に反抗して家を出てしまうのではないか。そんな不安ばかりが押し寄せてくる。私は姉たちの家を眺めるたびに申し訳ない気持ちになっていた。 とはいえ今は私にできることを全力でやること以外何もできない。それにこれからは高校の授業料もある。うじうじしてばかりはいられない。そう思った時から私はすべてを振り切って浅見のために必死で働いた。浅見が高校に上がった年の父の日、浅見は手に小さな包みを私に渡してきた。 これは父の日のプレゼント、迷惑だったらごめんね。私は浅見の言葉に思わず涙を流してしまった。浅見は本当に裏表もなく優しくて気遣いのできる子だった。それに助けられていたのは私の方なのに。ありがとう。私の反応を見て彼女も思わず涙ぐんでいた。 そして私の手を取ると。私のためにいつもありがとう。このお金は働いて絶対に返すから。そう言ってくれたのだ。返してもらうつもりなど、もともとなかったのだが、彼女の気持ちだけでもありがたかった。彼女は充実した高校生活を送り、あっという間に大学受験を迎えたのだ。あさの成績は優秀だったため、 奨学金をもらって大学へ進学することが決まった。一人の力でやっていけることにも感心したが、私の出る幕はもうないのだなという虚しさにも襲われる。進学する大学はこの家から通える範囲ではあったが、もうあ美は一人暮らしをしたいと言い出すと思っていた。そういう時期だというのは覚悟をしていたのだ。 そういえば高校時代は勉強に明け暮れていたから彼氏もいなかった麻美。大学生になれば多少の余裕は出てくるだろうと思う。それにいつまでも私のところにいたら彼氏も作れないだろう。進学にあたり私は麻美に聞いてみた。そういえば麻美、そろそろ一人暮らしするか多少の家賃なら援助できるし。 すると彼女からは予想外の返事が返ってきた。えなんで一人暮らし家賃が余計にかかるじゃない。私の気持ちも知らずに彼女は不思議そうな顔をしている。彼女は二十歳近くになっても、こんな赤の他人と一緒に暮らすことにも嫌悪感を覚えてないというのだろうか。だってもうお前は大人なんだし、俺と暮らすなんて嫌だろう。 担当直入に私はそう尋ねた。まるで父親のような発言が自分でも恥ずかしくなるくらいだ。そうね。彼女は何か言いたそうな顔をしたのだが、すぐに言葉を止めた。いいのよ。私はこのままで。学校も近いし問題ないわ。多分彼女が本当に言いたかったことは違うとわかっていたのだが。 それ以上問うことはしなかった。大学生になって学生生活にも慣れたのか、彼女との会話はさらに増えたように思う。たわいもない話や、両親との思い出話、時折くだらないことを言って笑い合えるようになったのが、本当の家族に近づいたみたいで嬉しかった。そんな平和な生活を送っていたある日、 バイト終わりの彼女から焦った様子で電話がかかってきた。誰かに後をつけられているみたいなの。は今どこだよすぐに迎えに行く。あさみを危険な目に合わせるわけにはいかない。この日はたまたま残業になってしまい、迎えに行けなかったのだ。こういう日に限って、私はすぐに彼女に居場所を聞くと、仕事を無理やり切り上げ、 急いで車で迎えに行った。するとそこには見知らぬ男に呼び止められている浅見の姿があった。浅見私が声をかけると男は一瞬拾んだようだった。お前、私はその男の顔に少し見覚えがあった。浅見のバイト先に行った時、一緒に働いていた男性店員だ。浅見の怯える様子を見ていると、 男は一方的にアサミに好意を寄せているようだった。私はすぐにアサミの手を取ると、車に乗せた。あいつがストーカーだったのか。うん。一度告白されていて、それを断ったの。そうしたら彼、ストーカーに。彼女は暗闇で呼び止められて、かなり怖かったらしい。声は震えていた。とりあえずうちに帰って、 休もう幸い男がストーカーをしてきたのはこの日が初めてだったらしく家までは知られていなかった私は彼女と共に家に帰るととりあえず温かいお茶を入れて麻見を落ち着かせたもうアルバイト行けないそれならやめればいいよしばらくは家でゆっくりしよう事情もあるしきっとバイト先も許してくれるよ 男のせいで楽しそうに行っていたアルバイトに行けなくなるのはかわいそうだが、浅見を守るためには仕方のないことだ。彼女は小さくうなずき、私にもたれかかってきた。彼女の体のぬくもりに、心音が早まる。あさみ私の声に返事もせず、彼女は私に抱きついてきたのだ。どうした彼女はもう間もなく、 二十歳を迎える。今までの幼さは消えて、すっかり大人になってしまったから、余計に一つ一つの行動が、私を惑わせるのだ。私、告白を断ったのには、理由があってね。小さい声で話し始める彼女は、私にしがみつく力を強くした。理由うん。私ね。 そこまで言うと、彼女は言葉を止めてしまった。ギュッてしてほしいな。彼女がわがままを言うことは、滅多にない。思い返せば、私が彼女を引き取ってから、一度もなかったかもしれない。そんな彼女の頼みを私は、聞いてあげたいと、単純にそう思ったのだ。私に抱きつく彼女に、そっと手を回すと。 彼女は嬉しそうにしていた。あさみにもこういう面があるんだな。いつも気丈に明るく振る舞うあさみの甘えた顔など見たことがなかった。それで、さっきの続きだけどね。そう言って彼女は私の目を見つめた。綺麗な二重まぶたと長いまつげから目が離せない。私が好きなのは、 あなたなの。え俺の返事に彼女は顔を赤くした。ごめんね、今のは忘れて。なんで忘れないといけないんだよ。この時私はしっかりと自覚した。あさみへの気持ちに気づいていながら、保護者としての役割を全うすることに、責任を感じて、ずっと本音を隠していたのだと。 だって私を育ててくれた人を好きになるなんて迷惑でしょ彼女は必死に謝る迷惑なんかじゃない今まで通りでいたいからごめんね変なこと言って彼女は太口から出てしまった言葉を後悔して手当たり次第に言葉を並べる浅見にこのまま気まずい思いをさせたくないでも 私の気持ちを言葉にするのもなかなかの勇気がいるのだ。俺は、私は深呼吸をするとうつむきながらこう告げた。俺は今まで通りにはなりたくないけどな。どういうこと彼女は不安そうな目で私のことを見てくる。ああ、言っちゃったな俺。でも、 アサミが私のことを好きだと知ったら、もう今まで通りにはいかない。自分の気持ちにももう、嘘はつけなかったのだ。こういうことだよ。私は彼女を抱き寄せると、さっきよりも強く抱きしめた。俺も、アサミのこと好きだよ。アサミの顔を見ると、目に涙を浮かべていた。ずっとあなたの気持ちが知りたかったの。 でも私のことなんか好きになってくれるはずないってそう思ってた浅見がいつから私のことを好きだったのかはわからないだけど自分の気持ちに気づいてから彼女の中でたくさんの葛藤があったのは間違いないだろう彼女の涙を拭うと私は頬にキスをした俺ももっと早く言えばよかった そうすればここまで浅見に悩ませてしまうこともなかったのに愛おしい気持ちは募るばかりだったが彼女にこれ以上手出しはしないまだ学生である彼女をしっかりと立派に育て上げる私の役割を終えてから浅見とは真剣に付き合おうとそう決めていたからだもちろん浅見にも私の決意は伝えていたし 彼女も納得してくれていた。彼女は勉強に力を入れて大学を主席で卒業。彼女は就職し、夢を叶えて薬剤師になった。そして私たちは、浅見の卒業を機に正式に交際を始めた。浅見の祖父母たちも私たちのことを認めてくれていたし、否定する親戚もいなかった。 アサ美が立派な社会人になれたのは私のおかげだと皆言うが実際はアスメに助けられたことの方が多い素直な性格の彼女は何も手のかかることはなかったこれもアサミの両親の愛情だよな私は自分の娘とアサミの父親に感謝していたアサミは薬剤師として仕事に力を入れている 毎日とても楽しそうにしているので、私も安心だ。これで彼女が一人前になったと思うと、肩の荷が降りた気持ちもある。そして私たちの関係は恋人になったわけだが、特に生活をしていて大きな変化はなかった。何にも変わらないけど、それが幸せだよな。うん、そうね。 そして少しの沈黙の後サミは私の目をじっと見つめたこれからもずっと一緒だよね当たり前だろう何を不安に思うことがあるのだろう私はサミを抱き寄せてキスをした恋人である前に家族だろう俺たち私の言葉に彼女は安心したかのようにうなずいた 私たちは今日も同じ家から、仕事に向かい、同じ家に帰ってくる。そんな当たり前の幸せを、これからも守っていきたいと思う。最後までご視聴いただきありがとうございます。今日の朗読はいかがでしたか物語の感想などコメントをいただけると嬉しいです。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。